関東の広いい範囲でで高速速道路では速度制制限やチェーン規制が行われています。日本道路交通情報センターによりますと中央道と圏央道関越道などの一部でチェーン規制が行われているほか東名高速など50キロから80キロの速度制限がかけられていますまた首都圏の広い範囲で高速道路の凍結を防ぐ作業をしているということです 空の便ですが日本航空と全日空によりますと現時点で欠航や遅れはありません翼の上に雪が積もった時に備えて除雪する作業車を配備しているということです